タカーポ、フォーシーズンズ。ほらほら、夏だからってそんなにだれてないの。続きからだね。マコから恋人としての距離を置く宣言をされてからもう5日も経ってしまった。さすがに以前ほどマコに詰め寄ったりすることはなくなったけれど、それでも彼女としてのマコに接することのできない焦燥感があった。授業中は隣の方を見てしまい、まるで授業にならず彼女の一挙一動が気になるのだ。杉並や工藤など自分の知った友人たちと仲良く話しているのを見ると、どうして自分ではないのかと苛立った。一人でいる時のマコはいつになく静かで、何をするにしても黙々と作業をしていた。どちらかというと険しい顔をしているのが見て取れ、相変わらずフルートのことで悩んでいるのだろうと思った。放課後になり帰る段になって席を立ったマコと目が合った。マコは罰が悪そうにプイッと顔を背けると、まるで逃げるように教室から出ていった。さて、恋人にも相手にされず、クリスマスパーティーに向けて特に準備することもない俺は帰り支度を始める。他の奴らが和気あいあいとパーティーの準備を進めているのを見ると、さすがの俺も寂しさを感じる。がこれは自分から望んだ状況なので、俺にも何かさせてくれ的なことを言うのは都合が良すぎるってものだ。マコは練習してるかな。このまま帰っても別に良かったのだが、俺はマコの様子が気になって音楽室を覗いてみることにした。音楽室に近づくにつれ、いろいろな楽器の音色が徐々に聞こえてくる。その中にマコの奏でるフルートの音も混じっているのだろう。俺にはどれがどの楽器なのかよくわからないが、単に通りすがりの学生を装い、音楽室の前を極力ゆっくりとしたスピードで通過する。そして何気なく音楽室から聞こえてくる会話に聞き入る。それはちょうどマコと後輩の学生との会話だった。マコがフルートを演奏する。そしてその出来を周囲に集まっている人たちに聞いているようである。周囲の学生が女性しかいないあたりが何ともマコらしい。マコはいつになく真剣な眼差しでフルートの演奏に没頭している。それはそばにいなくてもその雰囲気で廊下にいる俺にまで伝わってきた。あんな真面目に何かに取り組んでいるマコを見るのは初めてかもしれない。邪魔するわけにもいかないな。後輩ともいい感じでコミュニケーションが取れているようだ。今あの中に割って入ったら何をされるか分かったものではない。というかマコの周囲を固めているのは少なからずマコを慕っている後輩たちだろう。そんなマコ崇拝者の輪の中に俺が飛び込もうものなら、まず間違いなく袋叩きに遭うのがオチだ。帰ろ。マコに俺の心の内を打ち明けたい。しかしそれは今のマコにとってまず間違いなく足かせになるだろう。それを思うとマコに対して今はどうこう言うのは男として失格なように思える。結論は出ている。俺は音楽室を離れ、帰路に着いた。ただいま。扉を開けた後の俺の第一声。ネムがいなくなったことになれず、思わず口から出た言葉ではない。それは、俺が今の寂しさのあまり意図的に発してしまった言葉だった。
マコに会えなくなっただけでここまで精神的にダメージを受けるとは。重症だな。大きくため息を一回。家の中では俺らしくもないが、できるだけ物を整理するように心がけている。それを怠ってしまうとネムがいない今、あっという間に何人たりとも足を踏み入れることもできないカオスワールドになりかねない。といっても自分の生活範囲以外はすでにカオスと化しているのだが、今の俺はそんなことを気にすることもなく、カバンをそこら辺に投げ捨て、服も着替えずにソファーの上に寝転がる。ふぅ。今度は小さめのため息を一回。なんだか何もやる気が起こらない。服を着替えることも、夕飯を作り食べることも。テレビのリモコンを手に取り電源を入れる。しかし画面に映し出される番組には全く興味が湧かず、ただひたすら BGM として垂れ流すだけにとどまっている。俺はゆっくりと目を閉じ、そしてしばらくして眠りへと落ちていった。俺を起こしたのは突然けたたましく鳴り響いたインターホンの音だった。俺は意識もはっきりしないまま起き上がる。窓の外を見るとすっかり暗くなっていた。しょぼしょぼするまぶたを一生懸命開きながら、とりあえず玄関へと向かう。誰だよ、こんな時間に。寝起きのせいか思わず大声を出してしまう。その声が聞こえたのか、玄関の扉の向こう側にいる人物が応答する。突然ごめんね。声を聞いたとき、姿を見ずともそれが誰だかすぐに見分けることができた。マコ？一体どうしたんだ、こんな時間に。扉を開けると確かにそこにはマコが立っていた。少しはにかみながら俺を見ている。突然朝倉の顔が見たくなっちゃって。その一言にかすかな違和感を覚える。あれほど会わないようにしようと言っていたのはマコ本人だったというのに。放課後に一生懸命フルートの練習をしているマコを見ているだけに、マコの方からうちを訪ねてくるのは腑に落ちなかった。とはいえこのままにしておくのもどうかと思い、マコを家の中へ招き入れる。とりあえずその辺に座っててくれ。いつになく素直な返事をするマコ。俺は状況を整理するため一旦マコを部屋に待たせておくことにする。扉の隙間から座っている彼女を覗き見る。見た感じ、マコだ。別に怪しいところは見当たらない。となると何かあったのだろうか。まあ、俺がここで一人で悩んで探偵を気取っても事態は何も進展しないだろう。とりあえず話そう。寝ぼけた頭を叩き起こして、俺はリビングのドアに再び手をかけた。俺は温かい飲み物を用意し、マコに出す。ありがとう。ソファーの対面に座り、様子を見る。ニコニコと笑いながらコーヒーに口をつけるマコ。ここ数日見ることができなかった笑顔だ。二人の間にしばらく流れる沈黙のひととき、まず口を開いたのはマコの方だった。急に朝倉に会いたくなっちゃって押しかけてきちゃった。ちょっと照れながらのマコの言葉。朝倉、私朝倉のこと好きだよ。あ、
おう。今さら何言ってんだ。マコがウフフと笑みを浮かべながら俺の座っている側にやってきて座る。徐々に近まる二人の距離。今日のマコは今までになく妙に積極的なような気がする。避けられていた俺からすれば嬉しい状況であることはこの上ないのだが、マコ本人からしばらく会うのよそうと言われ数日が過ぎ、本気だとしか思えないとようやく受け入れられるようになってきた頃だった。この強烈な違和感に正直今のマコの態度を素直に受け入れることができない俺がいる。そんな俺の状況をよそに、目の前のマコは顔を俺に接近させキスを迫ってくる。まあいいか、ここまでされて拒む理由はどこにもない。俺が望んでいた状況じゃないか。マコは俺の首に手を回し、いつにない熱烈なキスをした後、らしくないほどの笑みを浮かべながら、朝倉さん、お腹空いてるでしょ、いろいろ買ってきたんだ、美味しいもの作ってあげる。マジ手料理？もちろん、たまにはそういうのも悪くないでしょ。もちろん。むしろそういうのに飢えまくっている。昔から飯といえばてんやものかコンビニ弁当で、まともな食生活とは言い難かった。俺も大して料理はできないし、以前住んでいた妹は地獄の殺人シェフだったし。じゃあ早速用意するから待っててね。了解であります。俺は立ち上がるマコにビシッと敬礼し、佇まいを直した。マコの手料理なんてどれくらいぶりだろうか。今まではせいぜい休みの日にお昼ご飯を作りに来てもらったり、外に遊びに行くのに弁当を作ってもらったことぐらいだ。ぶっちゃけマコの料理はうまいと思う。美晴のように卓越した腕は持っていないものの、女の子らしさを感じるには十分の腕だった。初めて恐る恐る口にした時、あまりの美味しさに、マコにも女の子らしい面があるんだなと言ったら力いっぱい殴られた。せっかく作ってあったデザートが抜きになりかけて一生懸命謝ったのを覚えている。朝倉さん、特に嫌いなものはなかったよね。ああ、ないよ。何でも食べる。じゃあさ、特別に好きなものあったの？買い物は済ませた後なんだろう。聞きたいだけ。それに、料理の好みが分かれば、いろいろ幅も広がるでしょ？何か好きな素材とか、好きな料理とか、なんかある？好きな素材や料理か、何がいいだろうな。台所の方でマコが手際よく材料を取り出し、用意をしているのを眺めながらいろいろと考える。やはり彼女に作ってもらいたい料理といえば肉じゃがか。いやいや、ありきたりだな。ここは家庭の味が出るお味噌汁とかカレーとか、ハンバーグなんて言ったら子供っぽいとか言われちゃうかな。出来合いしか食べていないと、こういう時にまともな料理名が浮かばないものなんだな。好きな料理、のりたる弁当なんて言えないな。我ながら切ない食生活だ。しかし今日は彼女の手料理というスーパーウェポンを食べることができる。いつまで続くかと思われていた禁欲生活から一転して、自宅訪問&手料理なんて地獄から天国に昇った気分だ。そうだ、マコは何か好きな食べ物はないのか。俺はマコが好きなものだったら何でも好きだぞ。と逆にマコに振ってみる。するとマコは、私が好きなのは朝倉かな。はにかみながらそういったマコの言葉に思わずのたうち回り、そばにあったクッションにパンチを入れる。
俺もマコが好きかな。かゆい、かゆすぎる。かゆくてうますぎるぞ。朝倉に食べられちゃうなら、私は本能かな。ぐは。これまでの反動があるから余計に来るものがある。マコなら食いて、ぜひとも美味しくいただかせていただきます。いかん、時勢が効かなくなっているな。落ち着け、まずは深呼吸しろ。鼻孔を甘辛い香りがくすぐる。やっぱりこれはあれかな。そうね、ほら定番も外せないでしょ。よくお分かりで。数十年来変わることのない彼女に作ってもらいたい手料理第一位、肉じゃが。ちょっと煮崩れたタイプのがいいよね。あ、俺もそっちの方が好き。よかった、朝倉と好みが同じで。マコはそう言いながら、しっかりと形が残るじゃがいもとホロホロに崩れるじゃがいもの違いを教えてくれた。これまで生きてきて、まさかじゃがいもにそんな種類があるなんて思ってもみなかった。コロッケを作るときはまた違うのを使うんだよ。甘みがあってホクホクしてる。へえ、じゃあ今度はそれを作ってくれよ。もちろん、朝倉のためならいつでも作ってあげる。もしかしたら朝倉の晩ご飯はずっと私が作ることになるかもしれないね。マコはお鍋に醤油を回し入れながらふふと笑った。俺の晩ご飯を作る人か。男性は働く人、女性は家事をする人みたいな括りは嫌いなんだけどさ、好きな人のために美味しいご飯を作ってあげるっていう幸せってあると思うんだよね。それって別に男尊女卑的な考え方じゃないと思うんだけどね。そんなものかね。そうやって家事を拒否してる女の人ってちょっと損してると思うかな。まあどっちにしても俺はご飯を作ってもらえるのは嬉しいかな。鍋から漂う匂いが一層美味しそうなものになり、その横ではトントンと小気味よく何かを刻む音がした。今日のメニューは肉じゃがに小松菜のおひたしにイワシのバー肉挟み揚げ、それにお味噌汁かな。すげえ豪華、しかも和食。和食の方が料理ができるって感じがするでしょ。これでも朝倉のために一生懸命勉強してるんだよ。マコはな、箸で鍋の中の具を取り出し口に含む。うん、こんな感じかな。ねえ、朝倉も味見してみてよ。台所に行くとマコが美味しそうな湯気の出ている芋を俺の方に差し出した。マコはそう言うと熱々の芋を冷まし、ゆっくりと俺の口元へ運んでくれた。うん、もぐもぐ。程よく煮えたじゃがいもは少し甘めに味がたっぷり染み込んでおり、白いご飯をかっこみたくなるような味だった。うまい、すっげーうまい。まさに後を引くうまさ。これならいくらでも食べられそうだ。なあ、もうちょっとくれよ。そんなに気に入ったの？でもだね、ご飯の時にちゃんと食べるの。マコはそう言って俺の方をツンとつついた。これからね、他のを作ってる間に少しだけ寝かせるから、食べる時にはもうちょっと美味しくなるから。そうなんだ。だから楽しみに待ってて。わかった。それにしても今日のマコはえらく優しいよな。
ないの？だってほら、今までずっとフルートの練習の邪魔になるから恋人同士は一旦中止ってさ。ああ、そういえばそんなこともあったかな。もういいのか？マコに避けられていたのは嫌だったけれど、フルートの練習のためと言われたから仕方がないと思っていた。こうして俺のところに来てくれるということは少なからず解決したということだろうか。フルートはもういいの。大丈夫だから心配しないで。そうか、なら遠慮なく。俺はマコがそう言うならと心置きなく甘えることにした。もうちょっとでできるからテレビでも見てて待っててね。自前なのかピンク色のエプロンが妙に似合う。鉄拳制裁が得意技とは思えない家庭的な姿に思わずいつも以上に感情が盛り上がる。男っていうのはこういうギャップに弱いんだよな。じゃあ楽しみにしてるから。そばの炊飯器がクツクツと音を立て、ご飯のいい匂いが立ち込めていた。この匂いは日本人以外にはわからないらしいが、外に出れば肌が切れるような寒さの冬の季節に、熱々のご飯と一緒にマコの作った美味しいおかずをかっこめる幸せは何者にも代え難い気がした。いつもはつまらないと感じていた若手芸人のくだらないギャグも今日に限ってはやたらと面白く感じた。はい、あーん、あーん、もくもく。うわ、うまいな。マコの言った通り、肉じゃがは味見をした時よりも味が馴染んでいて美味しくなっている。新婚さんってこんな感じなのかな。そう、結婚したことないからな。でもこんな感じでいいよね。こんな感じで OK。 俺は今ものすごく幸せを感じてますよ、孫様。まったく、朝倉ったら。マコの笑い声を聞きながらお味噌汁を一口。あー、これもうまいな。これが水越家の味なのか。出汁加減とか具の切り方とか昔母親が作ってくれたものと材料は一緒のはずなのに、どうしてこうも味が違うものか。お母さんに教えてもらったからそうかもね。やっぱりお袋の味か。でもこれがそのうち朝倉家の味になったりなんてね。それはなんだか今日は私も調子に乗りすぎちゃってるかな。いや、いい、それでいいです。いつものきつめのマコも好きだが、こういうデレッとしているマコも魅力的だ。ありがとう、朝倉。その日はマコの手料理を腹いっぱい食べ、少し遅くまでおしゃべりをして過ごした。さすがにあまり遅くまで引き止めると家に心配されるからと、そこそこの時間でさよならした。それにしてもふと気がつくと、本当にフルートのことは解決したんだろうか。いくらうまくいったからって何も言わずに突然押しかけるなんてマコらしくないといえばマコらしくない。本当のところはどうなんだろうか。ま、いいか。明日学園で聞いてみればいい。それだけのことなのだから。その夜の俺はいつもよりぐっすりと、それはそれは心地よく眠ることができたのだった。マコは夢の中にも出てきて、俺のためにまた美味しい料理を作ってくれたのだった。
昨夜ここにマコが来たんだよな。しばらくは俺と付き合わないと言っていたマコが突然うちにやってきて美味しい料理を作ってくれたのだ。マコの性格を考えるといくらなんでもそんなにいきなり方向転換なんてことはないと思う。ああいう面もあるとは思うけれど、現状を考えるともう少し段階を踏んで叱るべきだと思うんだよな。俺的には全然 OK なのだが、とりあえずそれとなく本人に聞いてみるのが一番だろうな。とりあえず昨日安らかに眠れたせいでいつもより早起きできたことだけは感謝。遅刻ライン20分前に学園に到着。時間に追われることなくゆとりを持って学園に来るのはなかなか気持ちがいい。ただそれだけでその日一日中心の中に不思議と余裕が生まれるから不思議だ。以前の俺からは想像もつかないような状況ではあるのだが、ネムが家を出て行ってから俺は俺なりに私生活がだらしなくならないようにいろいろと努力するよう心がけている。ネムがいないと何もできないとか言われるのが尺だからなのか、自分のプライドゆえか、そこら辺はあまり深く考えたことはない。何にせよ、朝にめちゃくちゃ弱い俺が誰の手を借りるでもなく、こうして朝早く風見学園に到達しているのだ。かつての状況と比べてみると、人間やればできるもんだな、とか思ってしまう。あ、おはようっす、朝倉くん。この人が白川小鳥。学園一のアイドルみたいな存在ですかね。おはようございます、朝倉先輩。そんなゆとりのある生活のささやかな充実感を味わっていた俺に声をかけてきたのは小鳥と美晴だ。町の西側に住んでいる連中やバス組はこの時間に登校するのか。今日もいい天気ですね。小鳥らしいモアベターな会話の切り出し。先輩、この前はありがとうございました。ああ、別に。まあ、暇つぶしにはなったかな。ひひひ、先輩照れちゃって。隠さなくてもいいですよ、マコ先輩の隙をついてデートしたこと。こっちは最悪に近い話の展開だな。私もさっき天笠さんから聞きました。ちょっと待て、俺と二人きりならともかく、あの時はアリスもいただろ。まあ彼女持ちが他の女性と歩いているとなったら、たったそれだけでデート扱いにされるんじゃかなわんな。心の中で叫びつつ、マコを睨みつける。すると、ミハルは、読み間違いですな。ミハルを睨みつけるですな。マコって言ったよな、今。すると、ミハルは殺気を感じ取ったのか、そそくさと小鳥の背後に隠れ、怯える子犬の体勢を取る。大体、お前が誘ったんだろ？そんな怒っちゃ嫌ですよ。冗談で人にデートをしたとか吹き込むんじゃない。まあまあ朝倉くん、私も別に天笠さんから朝倉くんが彼女がいるのにデートをしたって聞いたわけじゃないですから。何？まったく、さっきのはただの言葉のあやですよ。言葉のあやね、余計なことを言うやつだ。せっかくいい気分でいたのに、美晴のせいで台無しだ。それにしても朝倉くん、水越さんと何かあったんですか？一応その辺も踏まえて話はされているというわけか。というより教室内での俺たちを見ていれば一目瞭然か。
いや、別に何でもないよ。小鳥が気にするようなことはないよ。ならいいんですけど。学園に近づくにつれ、さすがに他の学生たちも増えてくる。5から10分違うだけで、こんなにも違うものなんだな。あれ、マコ先輩じゃないですか？あたりをキョロキョロと眺めていたミハルが、唐突に校舎の方を指さす。見るとその先にあるのは音楽室。で、窓辺でマコがフルートの練習をしているのが見える。改めてマコの姿を見てしまうと、どういう態度をとっていいのかがわからなくなってくる。俺が一人黙り込んでいる間に、ミハルは腕をブンブン振り回し、大きくマコの名前を叫んで、彼女を呼んでいる。結構な遠距離通話なだけに、近所迷惑鼻だしい行為である。マコはといえば、ミハルと小鳥に対してにっこりと手を振って挨拶をしている。その後で俺と目が合うマコ。マコは俺と目が合った瞬間、ぷいっと顔を背けて練習に戻っていった。あれ？マコ先輩、彼氏には気づかなかったんですかね？うん。改めて彼氏とか言われると照れてしまうが、あれは気づかなかったとかそういう態度には見えなかった。昨日のことを考えれば照れてるのかなんて思えなくもないけれど、照れている時にぷいっと背中を見せるものだろうか。朝からご苦労なこった。俺のマコ像は昨日のものからそれ以前のものに書き換えられる。あ、先輩なんか卑屈。それをマコ先輩が聞いたら絶対鉄拳パンチが飛んできますよ。思わず毒づいてしまった俺の言葉に対して、ミハルのツッコミ。うん。言うなよ。痛たた、痛いです、先輩。もう一度言う。マコには言うなよ。はい。油断して俺の近くに寄ってきていたマコ。油断して俺の近くに寄ってきていたミハル。その頭部をプロレスで言うところのヘッドロックに捉え、ギリギリと圧力を上げていく。ミハルは手足をバタバタと動かしてその痛さをアピールしている。が、その行為はどことなくコミカルで他者を笑わせるには十分だ。マコには俺から言うから、お前たち余計なことすんなよ。俺の再三の念押しに対して、小鳥はそんな光景が面白かったのか笑みをこぼしつつ、首を縦に振ることで了解の意思を俺に伝えてきた。大丈夫だから。俺とマコは別に何もないんだから。俺は嫌がるミハルをいい加減に手放し、教室へと向かった。昼休み。授業中は特に何事もなく終了。できればマコと話がしたい。昨日のことも含めて一体どう考えているのか。しつこいと言われてもいいから、それでも聞きたかった。俺の中ではそれくらいマコに対してどう判断すればいいのかわからなくなっていた。授業の合間の休憩時間は無理だが、昼休憩になるとマコと二人きりになるチャンスを狙ったが、どうにも機会はなかった。タイミングが悪いのか、ただこれまでのように避けられているだけなのか。結局話す機会もなく、授業は一通り終了し、放課後になってしまった。放課後になればマコは自分の部活に出かけていってしまう。このまま明日へ持ち越しになってしまうのだろうか。
クラスメートたちはそれぞれクリスマスパーティーの準備を始めたり、部活動に行ったり、自分らの活動の場へと散っていく。マコも、あれ？マコは音楽室に行かず、まだ教室に残っている。フルートを見つめながら、ため息をついているようだ。何せよ、今がチャンスかな。なるべくいつも通りを心がけて、マコに話しかける俺。別にやましいことはないのだが、少々緊張気味なのが手に取るようにわかる。少しぐらいなら話してもいいだろう。俺はマコの肩をガシッと掴んで離さない。え？あ、うん。わかったわよ。少しくらいならね。突っ張ってくるでもなく、どことなく覇気のない答え。それを聞いて俺は拍子抜けしてしまう。マコらしくないな。蹴るとか殴るとか逃げるように去っていくとか、そんなリアクションを想定していたのだが、やはりいつものマコではなさそうだ。かといって昨日の優しさモード全開のマコとも違うような気がする。どうした？俺の問いかけに受け答えるマコ。マコはマコでなんだか話したいことがあるように思えた。込み入った話になるかもしれないと思い、周囲に気を配ってみる。マコ。ん？とりあえずここじゃなんだから屋上に行こうぜ。そうね。私もそっちの方が話しやすいわ。マコはため息をつきながら席から重そうな腰を上げる。放課後の屋上は冷たい風が吹き、低い空が一層低く感じられた。着いて早々、早速俺から切り出す。今日元気ないな。ん？そう？いつもなら、もっとこう勢いのある会話を交わしていると思うんだけど、今日のマコにはそれがない。拒絶するにしても、マコなりの仕方ってものが今までにはあった。うん。相槌を打ち、しばらくの沈黙。演奏が、思い通りにいかないの。演奏？うん。口調が重くなるマコ。どうも歯切れが悪い。何か俺に言いにくいことでもあるのか？前、演奏がうまくいかないって言ったでしょ。それどころか、もっと悪くなっていく一方で。あのままじゃ、人前で演奏なんてできないと思ってさ。ここ数日、朝倉に甘えないようにって、自分で決めて、私なりに一生懸命やってきたつもりなんだけど。恥ずかしいのか、目線を俺と合わせようとしないマコ。なんだか落ち着きなくもじもじとする様が印象的だ。それにしても、そんなこと考えていたのか。でね、そこまで演奏に打ち込んできたんだけど、やっぱり音が走らないの。音が走ると言われても、音楽に精通していない俺にはそれが理解できないが、要は演奏がうまくいかないってことか。せっかく朝倉と距離を置いてまで練習しているのに、全く効果はない。むしろ逆効果なくらい、どんどん悪くなっていく。正直、時々隣にいる朝倉を気にしてることもあるのよね。まさか、そのために学校を休めとか言わないだろうな。バカ、いくらなんでもそんなことまでは言えないわよ。でも、気分的にはそうしたい気分。フルートがちゃんと演奏できるようになるまで、朝倉の顔は見ない方がいいのかも。前は、も
奏できてたのに、なんで。ん？よく考えるとちょっとおかしいな、マコの言ってること。マコの気持ちは分かったが、それじゃあやっぱり俺がまずいのかな。え？なんで？だって結局昨日なんだかんだで俺のところに来たじゃないか。それでまた気が緩んでさ。昨日？何それ？え？昨日、私朝倉とは会話もろくにしてないと思うんだけど。確かに学校じゃ会話らしい会話はしなかったけど、俺ん家でここ数日埋める勢いでいろんな話をしただろ。手作りの料理もすっげえうまかったしさ。手作りの料理？マコが顔をしかめて首をひねる。ちょっと待って。ん？話の内容が全く理解できないんだけど。まああれだ。端的に言うなら、昨日マコが俺ん家に来て、美味しい料理とトークをご馳走してくれたってわけだ。大丈夫？あのさ、私昨日あんたんちなんかこれっぽっちも言ってないけど、誰か他の人と間違えてるんじゃないの？だとしたらその誰かに作ってもらった手料理を食べたことになるけど。おいおい、俺がマコを間違えるかよ。昨日は間違いなくマコが来て俺に美味しい料理を作ってくれたぞ。肉じゃがに、おひたしに、お味噌汁に、梅干しの味がする魚の揚げ物。えらく豪華ね。その梅干しのなんとかって、イワシの梅肉挟み揚げのこと？なんだ、やっぱり知ってるんじゃないか。お味噌汁は水越家の味だって言ってたぞ。いりこと昆布で取った出汁が決め手だって。具は大根と油揚げ。なんであんたがうちの味噌汁の作り方知ってるのよ。今まで作ってあげたことないでしょ。だから昨日マコが作ってくれたって言ってるだろ。だから私はあんたちには言ってないっていうのに。俺はマコの手料理を食った。でもマコはうちにすら来ていないと言い張る。マコの様子を見ていると、とても嘘をついているようには見えない。マコは至って真面目だ。だとしたら、俺が会ったあの優しくて甘えがちなマコは？朝倉、夢でも見たんじゃない？夢？そう、夢。私があんなこと言って朝倉を避けてたから、それが気になってとか。昨日のあれが全部夢だったというのか。うちのお味噌汁の味なんか、もしかしたらどこかでお姉ちゃんあたりが喋ったのかもしれないし。いや、昨日のあれは確かに現実に起こった出来事だ。これは疑いようのない事実だ。マコに会えない寂しさが生み出した幻影だなんて、そんなことはありえない。昨日の手料理の生ゴミだって、朝近所の集積場に出してきた。どうしたの？黙り込んじゃって。いや、昨日のは絶対に夢ではないし、俺はマコの手料理を食べたり、久しぶりに話ができて嬉しかったんだ。そんなこと言われたって、私にはその覚えがないんだもの。確かにこれ以上言い合ってもどうにもならない。仮にマコに昨日のアリバイ証明をされたところで、俺には信じることはできない。多分マコも同じ気持ちなのだろう。はあ、なん
だか気合い入れて練習するのも嫌になってきちゃった。もうフルートやめようかな。それ本気か？だってあんなに練習しても納得のいく演奏ができないんだもん。小さい頃からずっとやってきたんだろ。何も今さら投げることはないんじゃないか。俺にはマコのフルートに対する思い入れはよくわからない。腕がそれなりにあるということと、小さい頃からやっているということくらいだ。まあ、最終的には本人が決めることだけどさ。何に対する返事なのかはわからないが、マコは力なくそううなずいた。今日はもう帰るね。気分的にはここで一発食らわせたいとこなんだけど、なんか複雑。なんで？自分が自分に嫉妬するみたいで。マコはその言葉を最後に屋上を後にした。しかし昨日のマコは本当にさっきまでそこにいたマコとは違う人間だったのだろうか。マコに似ていて間違えそうな人と言ったらせいぜい萌え先輩か。とはいえ髪型も違うし、萌え先輩は外見こそ似てなくはないというだけで中身は大違いだ。彼女が相当の役者なら間違えることもあるのかもしれないが、そもそもそんなことをする理由はないし、役者は萌え先輩には一番似つかわしくないと思う。どちらにしても自分が誰かと間違えたなんてことはいくらなんでもありえない。相手は自分が好きな相手なのだから。放課後の屋上を乾いた風が吹き抜ける。頭からつま先までがブルリと震える。とりあえず俺も帰るか。